Kiryu da. Date da. Kiryu. 100億の星が分かったぞ。Yumi da. お前が追ってる Yumi が星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ。10年前、お前から預かったあの指輪だ。とにかく、登場会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ。そうか。お前らもユミとミズキを。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え？なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも海連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子を渡したってな。渡すと思うか？ほなぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。あんた、ずいぶん気が早えな。はぁ？俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほなしゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かんならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。
何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか。ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか。え、ああ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ。3000万。用意できますか。組長さん。松重。何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む。力を貸してくれ松茂。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか。シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ。実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何。あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ。信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。
お何名前はポケサーファイター。
いや。何？いや。何？ああ。や。え？ああ。調子だ。
みしている暇はないぞ。おい、うん、はい、
いらっしゃいませ。ありがとう。するな。